ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、韓国軍の兵器って結構ポンコツだと聞くけど、海軍にもクソみたいな艦船とかある？あるぜ、韓国軍2隻目の3000トン級潜水艦アンムだな。すでに進水式を行っていて、テストまで済ませていたため、海軍への引き渡しは時間の問題で。潜水艦の収益は非常に喜ばしいこととして、韓国メディアも国内で大々的に取り上げられていたんだ。だが、いざ進水した結果、いろいろと問題が起きたんだぜ。ワクワク、ワクワク。どんなにいい話が聞けるかな。それじゃあ今回は、韓国、自称国産潜水艦アンムが有頂天で進水した次の瞬間、についてお送りするぜ。お願いね。それでは、皆さん最後までゆっくりしていってね。そもそもアンムってどんな潜水艦なの？大きさとかは？全長 83.5 メートル、幅 9.6 メートル、水中排水量3800トンになるんだ。動力はディーゼルエンジンと、2025年に進水する4番艦からは、リチウムイオン蓄電池になるぜ。肝心の装備は？兵装は魚雷発射艦8門と、6セルアル艦対地ミサイルのための VLS を装備しているぜ。その他は乗員50人、速力約20ノット、航続距離1万海里、作戦行動日数50日となっているな。そんな3000トン級潜水艦アンムだが、韓国が誇るメインウェポンで、韓国海軍の戦力の中心とも言える存在なんだぜ。そんな重要な存在なのに問題があるとは、韓国の技術も大したことがなさそうね。まあ純粋な韓国製とは言えないな。ドイツのホバルツベルケ社の輸出用潜水艦の209-200型をカスタマイズしてもらって、ノックダウン生産で作り上げた代物だから。ドイツのものは優れているけど、これをうまく扱えないか、もしくは変にいじったのかな？それについては後で説明するから、楽しみにしていてくれ。現在9隻が韓国海軍の手中にあり、一応韓国はライセンス生産している、との主張をしているけど、その根拠はないから無視していいぞ。そこが韓国らしいわね。嘘をついたり大げさに言うところが。この潜水艦は韓国製じゃない上ホバルツベルケ社の中でも、ベストセラーを記録した潜水艦なんだよ。だから性能面に関しては本来なら問題ないんだが。さすがドイツ製、誇れる性能を持っているということね。そうなんだが、それはあくまでホバルツベルケ社が想定した使い方をした場合だ。この潜水艦はもともと外洋に出るために作られたのではなくて、沿岸警備を目的とした小型の潜水艇なんだぜ。本来の目的ではないことに使っていたら、いろいろ問題が起きるのは当然よね。他の国ならそうなるかもと、想像つくことなんだろうけど、韓国のお偉いさんたちや技術者は、想像力が欠如しているのかもね。そうかもしれんな。それを主力として運用しているから艦内が非常に狭く、艦内に食堂はないし艦長室ですら、1畳くらいのスペースしかないんだ。そんな中に50日もいたら気が狂いそう。いざ戦うとなればみんな発狂すること間違いないわ。だがそれだけ狭いくせに艦内には、臨時の寺院や教会が建てられているとのことだぜ。寺院や教会は地震の安全を祈るために欲しくなるのは理解できるけど、優先順位がおかしいわ。それらを作るスペースがあれば、もっと環境を整えるべきなのにバカなの？環境が悪いと士気も下がっちゃうだろうし。多分、バカだと思うぜ。本来ドイツ製の209型シリーズには、1100型、1200型、1300型、1400型、1500型の5タイプが用意されているが、韓国は海軍に予算をかけなかったため、2番目の大きさのチャンボ呼吸を購入したんだぜ。韓国軍は北朝鮮軍と対決しないといけないから、陸軍に力を入れるべきじゃないの？海が守れたとしても、陸が攻め落とされたらアウトなのに。それは北朝鮮海軍が早くから中国などから、潜水艦を導入していたという理由があるからなんだよ。小型艦ながら新造も進めてきたのに対し、韓国海軍の潜水艦保有計画は長らく実現しなかったんだが、1980年代に入り特殊潜航艇の整備が着手され、イタリア製のコスモス型潜水艦や国内建造のトルゴレ型潜水艇が取得され、これと並行して、より本格的な潜水艦の取得プロジェクトとして、KSS-1 に着手したんだ。ふむふむ。日本やアメリカ合衆国から協力が得られなかったから、ドイツの209型潜水艦が選定され、1987年に最初の3隻が発注されたんだぜ。なるほど、そういう背景があったのね。それから時が経ち、他にもこの潜水艦をインドネシアに輸出することに成功。
インドネシアへの兵器の販売は、アメリカが目を光らせているから容易にはできないはずなのだが、韓国はそんなことお構いなしと言わんばかりに、インドネシアに潜水艦を売ったんだぜ。一番の同盟国の顔色を気にせず堂々と売るなんて、身の程知らずね。こうして売った潜水艦は、韓国国内で近代改修が行われているのだが、回収された潜水艦の一つが乗組員を乗せたまま、行方不明になってしまったという出来事が起きたんだ。絶対にその回収が原因よ。いらんことしたせいでおかしくなっちゃったんだわ。これもドイツホバルツベルケ社が設計した209型潜水艦で、1997年から1999年にかけて近代化改装を受け、ついで2010年からも2年間、韓国のテウ造船改良で、大規模な改良工事が施されたんだ。2021年4月21日に、バリ島の北約 96km の海域で、53人を乗せ魚雷発射訓練のため、潜航中に消息を絶ち、3日後の4月24日にインドネシア海軍は、乗員53人全員が犠牲になったと発表したんだぜ。最悪ね、これに懲りて韓国に改良をお願いしない方がいいわ。沈没原因の詳細はまだ分かっていないが、水圧に耐えられず水中で大破した可能性があると見られているな。ジャンボ呼吸潜水艦の艦内の狭さに我慢できなかったのか、海軍が外洋に出るために大型の潜水艦として、このソンゴミル1級潜水艦を採用したという経緯があるんだ。ソンゴミル1級潜水艦はどれくらいの大きさになるの？ジャンボ呼吸潜水艦の排水量が1200トンに対して、ソンゴミル1級潜水艦の排水量は1800トンと、少し大きくなった程度だな。たった600トンって、しょぼくない？改善したと言えないんじゃないの？スペースのほとんどが燃料電池の置き場所になってしまうからな。実質的なスペースはあまり大きくなっていないんだぜ。うん、全然意味がないわね。そんなことも想像できないなんて、頭の中、すっからかんとしか言えないわ。問題はそれだけではないぜ。本家ドイツの214型が抱えていたトラブルが解消しないまま、ソンゴミル1級潜水艦を組み立ててしまったから、一番艦にトラブルが多発することとなってしまったんだ。ドイツ製は最高のものだと思っていたのに、ちょっと意外だね。まあそれはさておき、本家でさえトラブルが解決できていないのに、組み立てを行うなんて真っ当な神経ではないわね。韓国海軍はこの潜水艦を、韓国製潜水艦であると胸を張って宣伝しているが、その宣伝の効果は最悪の形で返ってくることになってしまった。ポンコツを胸張って自慢しているなんて、自分の恥をさらしていることに気づいてないのかしら。現在確認されている不具合を教えてやろう。推進軸からの異様な振動とイオンのほか、燃料電池の不具合により、本来数週間連続で潜航作戦を行えるはずなのに、実際には2日から3日しか潜航できないという問題があるんだ。やばすぎるわ。しかもその燃料電池も今までに合計200回以上故障。さらに潜水艦本体にもボルトが折れたり、緩んだりする事故が2年間で6回発生し、ドイツの技術者の手を借りてやっと、解決するという無様な結果を見せつけてくれたんだ。いやー実に愉快、聞いていてスカッとするわ。だろ、結果現在では一番艦であるソンゴミル1級潜水艦は、入隊員を繰り返してまともに使える状態ではなく、2番艦でも故障が発覚して、製造元のドイツのシーメンス社に修理を依頼している状況なんだぜ。さすが、韓国。3番艦もだぜ、金属製のスクリューに亀裂が入ってしまい、修理を余儀なくされているぞ。ちなみにこのスクリューの故障はドイツ製のスクリューから、国産のスクリューに変更したタイミングで起きたとのことだぜ。下手にいじっておじゃん。こんなことにもめげず、韓国海軍は3000トン級の潜水艦を作り始めてしまったんだ。どんなのを作ったの？トサンアンチョン補給潜水艦だ。合計で3隻作られたんだぜ。これも外国の潜水艦をいじってダメにするパターンかしら？自国の潜水艦の技術なんて本当は大したことないくせに、見栄を張りたいということもあるかも。これはドイツが用意した設計図をもとに作った潜水艦なんだ。韓国国内の潜水艦建造技術は低く、ノウハウもないからな。3000トン級の潜水艦の建造を行える状況ではないんだ。それを3隻作るんでしょ？作ったところで役に立たないことは見え見えな気がする。税金の無駄だわ。しかもそれが3隻同時な上、搭載する兵器も最新鋭かつロマンを追求した、無茶苦茶なものばかりなんだぜ。なんでこんな無茶なことをしたがるのだろうね。それは多分、日本を意識しているからじゃないか。
やっぱり、そういうところが韓国らしいんだけどね。カナダ海軍が次期潜水艦として、韓国のトサンアンチョン補給潜水艦と、海上自衛隊の最新鋭対米型潜水艦を、候補に挙げているんだ。すでに韓国ではカナダの次期潜水艦について、日本と直接対決だと盛り上がっているぞ。なるほどね。日本が相手になるとすごく熱くなるもんね。日本を押しのけてまでポンコツを売って、お金を稼ぎたいというわけかも。日本の対米型なんだが、現時点で世界唯一のリチウムイオン蓄電池搭載の、通常動力型潜水艦なんだ。水中航行能力や探知性能、非探知防止性能などが極めて高いんだぜ。さすが、日本の潜水艦。最新鋭対米型潜水艦は、全長84メートル、幅 9.1 メートル、排水量、動力システムは韓国艦とほぼ同じなんだ。兵装は魚雷及び同発射艦から、ハープーンミサイルも使用可能だぜ。カナダは絶対にこれを選ぶべきね。だがカナダ海軍のアンガストップシー副司令官は、時間的な制約とカナダのニーズを考えると、韓国のような国から潜水艦を購入するのは理にかなっているとのことだぜ。は、何言っているの？日本の潜水艦の方がいいに決まっているでしょ。単に見る目がないんじゃないの？カナダの大手紙、ザ・エディトリアルボードによると、カナダ海軍にとって最も重要なのは、数ヶ月間の連続運用能力と、北極圏カバーできる長距離航行能力で、韓国のトサンアンチョン補給潜水艦は、我々のニーズを満たしている可能性が高い。カナダ海軍は今月中に韓国と日本に、視察団を派遣する予定だ。と報じていたな。まさか韓国の潜水艦のポンコツっぷりを知らないのでは？知ったら買いたいなんて思わないだろうね。絶対に日本の潜水艦を買ってよ。それはどうか知らんが、意外と韓国製兵器は買われているんだよ。韓国の兵器産業は最近、欧州や中東に輸出攻勢をかけていて、絶好調とのことだぜ。それは意外だね。でもこれはこれで面白いことになるかも。購入してから次々と問題が発生して、リコールが起きるかもね。韓国は大損すること間違いないわ。購入した国も、韓国製なんてやめとけばよかったと絶対後悔するわよ。だが日本もしっかりとアピールするべきだと思うぞ。今回、カナダとの間でこの大型案件が成功すれば、日本製装備品輸出の一里塚となるから頑張ってほしいぜ。国防という観点からも防衛産業の衰退を防ぐためにも、ライバル韓国に負けてほしくないわね。日本の底力を見せつけてやりましょうよ。日本には勝てないことを自覚させてやりたいぜ。ちなみに余談だが、3000トン級潜水艦のトサンアンチョン補給潜水艦に付けられる名前は、どれも人の名前なんだ。ほうほう。一番艦のトサンアンチョン補は、アンチョン補という人物から名付けられているな。この人物は何者？日本からの独立を勝ち取るべき、というスタンスを取り続けた人物だ。上海天朝節爆弾事件に関与したとして、日本軍に逮捕され、朝鮮へ連行された上で懲役4年の実刑を宣告、手順の監獄に服役した人物なんだ。2番艦のアンムは、関東国民会議というテロ組織のメンバーで、ロシアに亡命した後に反日テロを行っている中、日本の警察に撃たれて亡くなった人物。3番艦の震災校は無政府主義者であり、朝鮮民族主義歴史学を提唱し、抗日暴力革命思想を啓蒙した人物なんだ。反日活動に尽力した人物の名前をつけているのか、これは挑発的ね、聞いていてイライラするわ。これだけ潜水艦に力を入れているのは、北朝鮮との有事に備えたものではなく、日本を意識したものではないかとの噂も立っているぜ。いや、絶対そうでしょ。潜水艦に反日活動をした人物の名前をつけているし、そもそも韓国はこんなに海軍に力を入れる必要性がない気がするもん。そんな3000トン級潜水艦なのだが、悪い噂は日本と関係したものばかりではないぜ。何かしら？一番艦についての出来事なのだが、魚雷制御関係のシステムに不備が発生していたことが発覚したんだ。どうするのよカナダ？これでも韓国から潜水艦を買おうっていうの？やめておいた方がいいわよ。3000トン級潜水艦には、8つの魚雷発射艦が備わっているが、これらは以前の209型や214型にも搭載されているものだったため、ここで問題が発生するのは予想外だったんだ。あらあら、その他はどんな問題があるの？どうやら潜水艦に採用した VLS は、イギリス、フランス、イタリアが共同開発した。
PAMS の技術を支援してもらった結果、手に入れられたもののようなんだ。国産と言いながら海外のものを使うなんて嘘つきよね。韓国は自国の技術力の高さをアピールするため、今回の潜水艦の国産率を 76% と宣言したが、その実態は、重要な技術や解剖しきれていない装置などを、海外から輸入支援という形で調達して、自国の技術力の高さをごまかそうとする卑劣な行為だったんだ。いいように見せたかったわけね、実に韓国らしいわ。一部の専門家の間では、国産化できていない 24% の部分は、おそらくエンジンや燃料電池、ギアボックスではないかと言われているんだ。うちエンジンと燃料電池に関しては、ほぼ確実に外国産であるとのことだぜ。言うまでもないけどエンジンと燃料電池って、潜水艦には絶対に欠かせない部分よね。これがダメになったら意味ないだろうからさ。ああ、動力に直結する部分でもあり、これが劣悪だと他の部品がどれだけ優れていても、潜水艦としての機能を成し遂げられないぜ。動けないのなら博物館にでも飾った方がいいかもね。いや、そんな価値もなさそうだから、スクラップにした方がいいわ。維持するだけでお金がかかるだけだから。同感だ、韓国が潜水艦の国産化 76% という話を持ち出した際、多くの人はエンジンも国産化していると考えたかもしれんな。韓国は潜水艦に用いることができるエンジンを、開発できるのだと他国にアピールするために、例の宣言を行ったと考えられていたが、実際には韓国には潜水艦を、満足に動かせる馬力のエンジンを開発する技術はなく、それをごまかすために言葉巧みに騙して、自国のプライドを守っていただけだからな。潜水艦はまともに作れないけど、嘘をつくスキルだけはどの国よりも高いかもね。エンジン部分を他国に頼っていたという点なんだが、これは他国より優れたエンジンを開発することが、できないと認めてしまうことになるんだ。プライドを守っていたつもりが、逆に傷つける行為ね。2017年にイギリスのバブコックが韓国海軍と、7年間の契約を結び、その間バブコックは、韓国軍の潜水艦の兵装を設計製造納入するという契約をしたんだ。これらだけでなく、潜水艦の構造そのものも海外からの輸入品だったんだぜ。完璧に外国製よね、それ。ああ、76% 国産化と謳ってはいるものの、その 76% とは韓国以外の国でも簡単に国産化できるんだ。そう聞くと韓国の潜水艦の技術ってないと言えるわね。海軍力強化は諦めて、北朝鮮軍とどのようにして対抗するかを考えた方がいい気がするわ。だな。韓国が海軍力強化を行うのは身の丈に合っていないと私も思うぜ。でも、多分言っても無駄な気がするから、今後も温かい目で見守ってあげないとね。どんな面白いことがあるかわからないから。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。